カツ湖畔から望む境川ダムと秋津橋。境川ダムは、富山県南都市と岐阜県大野郡白川村にまたがる、一級河川、小川水系境川に建設されたダムである。富山県が管理する県営ダムで、県営ダムとしては、日本国内屈指の高さである115.0メートルの重力式コンクリートダム。小川水系では、数少ない多目的ダムで、 境川、小川の地水と高岡市をはじめとする流域市町村への利水を目的としている。また、このダムは日本国内では珍しい省流雪用水を目的としており、陶器雪を溶かすための設備への用水を補給している。ダムによって形成された人造湖は桂ツラ湖と命名された。境川は小川水系における主要な支流の一つである。白山連峰の一つ。 旧が竹を水源とし、河川名の通り岐阜県、富山県境をおおむね北東に流れて、小川に合流する。流路延長 15.7km の全てにおいて、急峻な V 時刻を形成する、急流河川でもある。ダムは、境川が流れを、北から北東へ変えるあたりに建設された。ダムが建設された、当時の富山県側の自治体は、東と南郡上平村であったが、 平成の大合併によって周辺市町村と合併し、現在は南都市になっている。庄川水系は大正時代から浅野総一郎による水力発電開発が積極的に実施されていた河川である。日本におけるコンクリートダム技術の革新をもたらした小牧ダムを川切りに蘇山ダムなどが建設され、戦後には電源開発の手により日本屈指のロックフィルダムである。 ミボロダムが最上流部に1961年に完成した。支流の大白川や戸賀川にも発電専用ダムが建設されたが、洪水調節や利水を目的としたダムは全く建設されていなかった。小川流域はその大半が山間部であり険しい峡谷を形成していた。それゆえに水力発電には絶好の立地条件であったわけだが、一方で、 大雨が降れば、洪水を引き起こしやすく、流域は度重なる被害に悩まされていた。だが、下流部はともかく山間部では、堤防建設や川幅拡張といった治水対策が不可能であり、山間部における洪水対策として、ダムによる調節が検討された。一方下流の伊水平野は、古くから国草地帯として、富山県の農業を支えていたが、1970年代に、 入ると、伊水平野の寒電化事業が計画され、これに伴い新たな灌溉用水の供給が必要となった。さらに、高岡市をはじめとする流域市町村は、新産業都市指定による富山振興の整備などにより、工場の進出、そしてそれに連動した人口の増加が顕著となり、上水道や工業用水道、そして電力の供給が欠かせなくなった。こうした経緯から、 富山県は、小川水系の河川総合開発事業を計画した。だが、小川本流は、上流部の至るところに、ダムが建設されており開発され尽くしていた。このため支流に補助多目的ダムを建設することで、下流の地水と利水をまかなおうとした。1962年に和田川ダム、1964年に戸賀川ダムの建設が開始され、 それぞれ1967年1974年に完成したが、五ヶ山をはじめとした小川上流部の治水と下流部への離水をさらに確実とするため境川へのダム計画が立案された。これにより1973年より進められた、境川総合開発事業の根幹事業が境川ダムである。1970年よりダム建設の予備調査が行われ、 いくつかの候補地の中から、現在の地点が選定された。予定地には、五ヶ山の中心地から林道で結ばれていた、桂集落が存在したが、調査が開始された1970年に、集団離村、人家は存在しない状態であったが、田畑10.6ヘクタールや山林131.2ヘクタールが、水没することになり、それに対する保障が行われた。計画当初から、 ミボロダムに次いで、昭和水系第2の規模となるダムであったことから、洪水発揮はゲートレスとした。計画時は非常用洪水発揮を3問、常用洪水発揮をダム中腹に1問設置するほか、非常用洪水発揮の脇にゲートレス水門を左右10問設置する予定であったが、その後の計画改定で洪水発揮を大幅に削減し、非常用洪水発揮2問になった。 ダムを建設するにあたって、広報は、コンクリート量を節減して工事費を圧縮することを目的に、RCD 広報を採用した。RCD とは、ローラーコンアクテッドダムコンクリートの略で、水分量を極力少なくした超硬練りコンクリートを何層にも薄く積み重ねて、ダムコンクリートを打設するものである。1972年に、山口県の島地川ダムにおいて、 世界で初めて本格的に導入されたが、境川ダムは高さが100メートルを超えるハイダムにおいて、初めて r c d 工法が導入されたダムでもあった。こうした最新の工法を導入して、ダム建設が進められ、計画着手から20年後の1993年に完成した、現在、小川水系のダムでは、最も新しく、戸賀川に現在建設されている、ダム完成後も、 水系最大級の多目的ダムとして重要な役割を果たす。なお、ダムの欄干に書かれた境川ダムの文字は地元である上平小学校の当時6年生だった女子児童が書いたものである。通常は事業者である国土交通大臣、または都道府県知事、あるいは地元市長が記号する欄干の文字であるが、小学生が書いたのは異例である。昭川愛口ダム。 境川ダムから供給された用水はここで取水され、和田川を経て供給先へ送られる。境川発電所、ダム水路式発電所で発電所自体は小川、合流点にある。ダムの目的は地水と離水の6つであり、多目的ダムの中では用途が広い。洪水調節については、境川と合流後の小川上流部が対象となっており、その途中には、 世界遺産に登録された五ヶ山の集落がある。小川との交流点を基準点とした計画降水流量毎秒670トンを毎秒310トンに軽減し、世界遺産を水害から守る重要な責任を負っている。通常多くのダムに備わっている河川維持放流などの不特定利水については、境川ダムについては目的としていない。利水については、 伊水平野の2450ヘクタールに及ぶ田畑に対して、灌漑期に平均毎秒5.28トン、最大で毎秒11.73トンの農業用水を供給する。上水道については、高岡市、伊水市、氷見市、小矢部市の4市に日量20万9000トンを、工業用水道では、高岡、伊水の漁師に日量として32万トンを供給する。 ダムから供給された灌溉、上水道、工業用水道は、小川再下流部に、日本初送電が建設した、小川愛口ダムより取水され、支流の和田川に建設された和田川ダムに、セリダンの用水を通じて導水された後上水道と、工業用水道は直接、灌溉用水は、和田川に建設された11カゼキという固定関群を、通じて、伊水平野に供給される。 水力発電については、小川の発電用水利権を保有する、関西電力が、境川発電所を建設し、認可出力2 4 2 0 0ットを発電する。境川ダムは、日本国内では、珍しい省流雪用水という目的を有しており、日本で初めてこの目的が導入されたダムでもある。 これは1987年に建設省が打ち出した雪対策ダム事業の一環であり、その先駆けでもあった。日本屈指の豪雪地帯である北陸地方は、戦後では特に38豪雪と56豪雪といった多数の死者を出す豪雪も経験している。このため、北陸地方では雪対策として道路融雪のための小雪パイプや流雪坑などが発達し、 陶器の生活や交通を支えている。これら小説用の水は、従前は主に地下水を利用していた。だが、過度の地下水依存は、地盤沈下を招くことから、地下水に代わる新しい水源確保が求められた。河川行政を管轄する、建設省は多目的ダム事業の多角化を進めていたが、北陸地方の国設対策に寄与するために、小説用水の水源をダムに求める対策を立てた。 そして1987年に新たな多目的ダム事業として雪対策ダム事業を進め、その一環として1990年より、省流節用水を新規目的として導入を決定、第一号として完成間近の境川ダムに白羽の矢が立った。富山県はこの決定を受けて、翌1991年に富山県総合雪対策条例を制定、その中に、 雪対策ダム事業として、境川ダムの事業を推進することを盛り込んだ。これにより、境川ダム建設事業の変更がなされ、新たに、南都市に対して、日量として112,320トンの、省流節用水を供給する目的が追加された。富山県では、境川ダムのほか伏せ川ダム、上花ダム、久渕川ダムが、すでに稼働しているほか、福井県や新潟県などでも、 昇流雪用水目的を有する多目的ダムを現在施行している。境川ダム天馬にある富山、岐阜県境を示すプレート、県境を足で踏める。上流側から望む葛湖、左奥の湖畔に葛湖オートキャンプ場があるダムによって出現した葛湖は1990年に名称が決定した。水没した旧葛浦集落、現在の所在地から名称を取り、当初は、 レイクカツラなどの案もあったが、最終的には漢字でカツラという名称を取った。カツラ小銭域が白山国立公園の特別地域に指定されており、付近にはキャンプ場などがある。非常用洪水破棄中央部には岐阜県と富山県のプレートがそれぞれ貼り付けられているが、これは岐阜、富山県境を示しており、徒歩で県境を踏むことができる数少ないスポットでもある。 付近には、五ヶ山と白川郷という世界遺産に登録された二つの合唱造り集落がある。紅葉の名所でもあり、年間を通じて多くの観光客が訪れる。この両集落を連絡しているのが、国道156号であるが、この区間は通称、飛越橋合唱ラインとも呼ばれ、氷川を溶かするいくつかの橋がある。この橋を渡るたびに、岐阜、 富山県境を越えることになるので、短時間の間に何度も県境を越えるという珍しい道路でもある。この付近にはダムも多く、小川桜で有名な三ぼダムや国の登録有形文化財に登録された小牧ダムなど、日本のダムの歴史に残るダムも存在する。高山市や白山も比較的近い。境川ダム、桂浦越は東海北陸自動車道。 五岡山インターチェンジから国道156号を白川号方面に進み、途中、葛湖という案内標識があるためこれを右折し、小川を渡か直進すると到着する。ダムまでの道路は舗装されているが、カーブが多く途中ガードレールがない部分もあるので、運転には注意が必要である。富山県南都市上平地区の葛湖の左岸に、キャンプ場などの施設がある。は、 積雪のため使用できなくなる。夏季は、ボート競技の合宿、キャンプ、大笠山への登山などで県内外から多くの人々が訪れる。ありがとうございます。